まあ、ぜんざいとか雑煮が美味しいのは私も知っております。うん。まあ、皆さんがね、そういった餅をね、喉に詰まらせないことをね、私監督ね、まあ、少なからずに祈っておりますのでね、まあ、ね、皆さんね、美味しく召し上がってください。さて、まあ、何の話をしてたんでしょうか。さて、ではそろそろゲームの方やっていきましょう。まあ、こちらのストーンヘルスというゲームですね。ハースと読むんでしょうか。まあ、とりあえずこうね、ちょっと、ファンタジーチックなね、こう、スケッチというか、タッチで描かれたね画像がねちょっと興味深いと思われるんですが、まあ、まあやっていきましょう。どういうゲームかはねある程度私は分かっておりますので、説明の方しながらねやっていければいいなと思っておりますよ。さてではやっていきましょう。ニューゲームを選びましょう。ちょっとねまだねアルファ版ということで、デモ版ということで、少しねであのバグとかがあったりするんですが、そこはねあまり皆さん気にしないでいただきたいと思います。楽しみ。さて、こちらがね、今回舞台となる、場所なんですけどね、まあこういう風なね可愛い感じのこう世界観の中でね、まあこのもちらの、物語が進んでいくわけですね。日本語で OK？ うん、なんか日本語じゃないもの言ってましたわ。すいませんでした。まあ簡単に言うとですね、なんて言うんだ、こうサンドボックスっていうゲームジャンル、皆さんサンドボックスって説明したらもうわかるんでしょうか。サンドボックスと、RPG とストラテジー、この3つの要素がね組み合わさっているゲームなんですね。まあ、マイクラみたいなエリアだね。そう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 、マイクラチックな部分もあるわけですよ。サンドボックスっていうのはマイクラみたいなもんですからね。であとですね、まあ RPG 要するにこうある程度ね、自分たちのなんていうんだ、村みたいなものを作り始めると敵がね出てきて、その敵を倒すためにねこう勇者たちっていうか戦士たちがねこう自分たちの軍を形成したりとかね、そういった感じのことがあります。多分ねあとね将来的にはね皆さんとマルチプレイとかができるんで、こうその敵同士で戦ったりもねできるみたいですよ。はい、というわけで明けましておめでとうございますということで、ドライさんいらっしゃいませ。ただいまね、スチームじゃないわ、スチームじゃねえ、ストーンねハースというねゲームのアルファデモ版もねやっております。まあ面白そうな作品なんでね、まあちょっとやっていきましょう。まあとりあえずまずね自分のね、宝くじ当たった？いや当たってませんよ。だから私が今ねお金がある状態になったのはね、そういったことじゃなくてちゃんと働いてるからですね。しっかりとしたね仕事についてるからでございます。うん、そう単純にねなんかこう なんで急にこの人お金持ちになったんだ、宝くじ当たったんじゃないかみたいなね、そういうなんか子供じみた発想やめてください。さてではね、とりあえず、ここにね、食べ物となる、まあ、木の実のね、エリアがあるんで、ここら辺にまず作ってみましょう。じゃあ置きますよ。これなんで夜なんでしょうね。詐欺師になったんでしょ。なんで詐欺師だ、私は詐欺師ありません。まあ、で今こちらにね押してました。これこ可愛い子たちが出てきてるんですけど、なんでか知らないけど夜なんですよね。普段ねこれあいつも朝スタートみたいだったような気がしたんですけど、なんでなんでしょうか。まあいいや、とりあえずじゃあねここにこの何ですかね、いろんなものをね置いておくエリアを作っておきましょう。普通に働くことやめたのか。いや自分3000円当たったから監督もなんか当たったかなって思って、わらわら。見てください、明るくなってきましたよ皆さん。画面の方見えるでしょうか。ん、あ3000円当たったんですか、おめでとうございます。素晴らしいじゃないですか。でちょっとね見てみましょうね、みんなの生活を見てみましょう。これね私がこれをね働かしていくわけですね。でまずね何もないんで、とりあえず家をね作ってあげましょう。こういう風にね一つ一つまず木を選んで、3000円おめ、本当ですよね、3000円おめでとうございます。羨ましいですよ。ありがとう、わらわら。3000円も大きいですからね。3000円あったらね何ができますかね。3000円あったら何をするか、うん、なかなか面白い議題ですね。外食したらね、2、3回外で食べたらねすぐなくなっちゃいそうですけどね。他に何に使うんだろうな、まあ、こういう感じで
一番もったいないそうなね使い道を言ってくださいましたけどね。カンコレですか。そういえば今度カンコレねビーターにもねなんか、どうやら3000円当たったら家族にピザおごれって言われた。いやでもいいんじゃないですか。まあそういったことに使えるっていうのがねいいと思いますよ。こうちょっとした幸せっていうか、いや監督コレクションじゃなくてですね、Vペリ買う、うん、うん、Vペリ、あーいいですね、うん、相当もうあのパソコンゲームにハマってる方もいらっしゃるみたいなんですけどね。あら可愛いということで千さんいらっしゃいます。うん、まあ監督が大破するカンコレはね、私のコミュニティでしかね見ることはできませんね。監督とねホラーゲームとかねそういった組み合わせの放送を見ていただけたら、この辺はい、ということで初見変わったディグダグですねということで、もこめさんいらっしゃいます。働いてるね。そうですよ、このいつらはね私のまあなんていうんですかねしもべなんでね、働かしております。あのねこちらのゲーム実はね今来てくださったもごめさんにね紹介していただいたんですよ。ピクローマ、うん、そうなんですか。それも似たような感じなんですかね。ちょっと私ねそのゲーム知らないんでちょっと今度調べましょうね皆さんね。まあこのゲームもまだね全然製品版じゃないんで、いや、そうですよ。私は公式サイトで25ドルのやつ買いました。もったいないことしたんですかね、ちょっとわかんないんですけど、25ドルのやつを買いましたよ。まあでね、こちらの作品ね、まあ、物をね、いっぱい先にね、作らないと、結構後々ね、めんどくさいことになっちゃうんですよね、実はね。なのでね、まあ最初に、まあこの材料をね、いっぱい集めておいた方がいいんですよ。うん。25ってあったっけ ?15 と30じゃない?あれ?そうですか。じゃあ30を買ったのかな?多分プレアルファ版とベータ版がねプレイできるやつを選んだと思います。うん、アタック25と間違えてない。うん、アタック25と間違えちゃったのかな。うん、まあでもこれねまだその敵が出てこないらしいんですけどね、まだこちらのバージョンはね。まあなんていうんですかね、結構この RPG 要素もあったりするみたいなことをね一応説明文の方には書いてあったんで、そちらにも期待したいんですけどね。まあこちらの可愛い子たちだ、可愛い子っていうんですかね、こう可愛いキャラクターこうねせっせと働く姿、しかもこういうね細部まで結構こだわって作られてるらしいんですよ。こういう風にねちゃんとしっかりね本当にね木を打ってですね材料を集めてくれるんですね。こういう感じで、あ、こうやって運んでいく感じが映ってるの分かるでしょうか。監督ベリー取らないと。ん?あ、ベリーはね、なんか、途中で、取らしてもいいんですけど、そうですね、もう少したら取らせましょうかね。お腹が減ってきたよっていう人がね、集まってきたらね、その、こちらに生えてるね、まあ、この食べ物を取ってね、みんなに食べてもらえばいいんですけどね。まあ、まずは働かせましょう、皆さんね。で、これ結構ね、なんかモッドなんかも作れるらしいんですよ。まあこれぐらいのね、なんていうんですかね、感じだったらね、私も頑張って勉強すればね、このキャラクターをね、自分で作れたりするんじゃないかななんてね、思ってるんでね、楽しみですよね。まあ皆さんもぜひね、こちらの製品版が出たらね、買ってみてはいかがでしょうか。ね、一緒のね、この村とかで、ね。テーブルと椅子作ろう。テーブルと椅子を作る。あ、そういうのも作れるんですか?ちょっと私全然知らないんで、なんとなくで操作してね、なんとなくこういう風にやって遊んでいくんじゃないかなと思いながらやってるんですけどね。ここまではね、なんとなくね、まあ15分ぐらいプレイして、先ほどねこちらの放送する前にプレイした時にこういう風な感じでプレイするんじゃないかなっていうのはね、私も分かったんですけどね、こっからがよく分かんないんですよね。まずなんかね、こうワークショップ、ここにあるね、この誰かをカーペンターに指定すると作れるはず。あ、そうなんですね。マイクラ。あ、ということでワークオスマイクラということで、70番さんいらっしゃいませ。こちらね、マイクラっぽい見た目なんですが、全然マイクラじゃないんですね。ということで、初見かな、ワークオスということで、71番さんいらっしゃいませ。こちらのゲームね、ストーンハースっていうゲームで、まだね、デモ版しか発売されてない商品でございます。まあ、なんていうんですかね、マイクラっぽい感じの見た目なんですけど、マイクラと比べるとね、まあ、すぐ見たらわかると思うんですが、基本的にはこのね、
あの皆さんが作業するのを見ているっていうのがね基本的なスタイルです。まあストラテジーチックなね要素がと、サンドボックスチックなね要素、あとねこれ実はいろいろね、ものを作っていってたらあの RPG みたいにね敵が出てきたりとかするっていうことで、まあ、そういったところもね面白いところなんですよね。そうですね、自分でねあのゆったり見てられるゲームですね。そうなんですね、まあ、雑談ありき。あ、何こいつ、あ、バロテッリがいるよ、バロテッリがいるよ、みんなバロテッリがいるよ。サッカーファンの皆様、お待たせしました。イタリア代表のバロテッリがですね私の村にいましたよ。これ私が操作してます。あなたが操作してるの？悪道、わらわら悪道がいましたよ。これ大変なことになってますよ。あ、これね多分ねこういうわらわらそのキャラクターね、バロテッリ、ね、何それ、おいしいの？イタリア代表のフォワードでね、あ、やばいやばい、ご飯マークが出ちゃった。ご飯をね食べさせてあげよう。キャッスルストーリーみたいだな、和骨。あ、そうですね、キャッスルストーリーみたいなのはこつということで、カベオさんもいらっしゃいます。そうですね、キャッスルストーリーね、あの似てますよね、雰囲気がね。マリオ、マリオとは違うんじゃないかな。バロテッリ、バレテッラ、バロテッリ、バレテッラ。そうですね、ミランね行ったんでね、本田選手もね本当に無事ね仲良くやってほしいですけどね。まあ、プロなんでねそこら辺はちゃんとやってくれると思うんですけどね。まあ、ミランはね一度ちょっとあのセイドルフがね腐ったリンゴ発言事件っていうのもありましたんでね、ちょっと不安だったりはしますけどね。さてみんなねご飯の時間ですよということで、このねベリーを取ってですねみんな食べてるわけですよね。このね右上のやつがねどうやらそうですね、あのお肉マークが出てるじゃないですか、頭の上にね。この右上のやつがねいわゆるあの時間の経過を表すものなんですね。マリオバロテッリ、あ、そうなんだ、バロテッリってそういう名前なんですね。すいません、知りませんでした。いやにしてもねちょっとこのね、自分と椅子があるとそこで食べるみたいよ。マジか、ちょっとそれやるしかないな。ちょっとじゃあそこまでいけるかどうかやってみましょうね。まあでもとりあえずねこれ意外とねこの木の材料がめちゃくちゃいるんですよ。じゃあそれをねやっていかないといけませんね。じゃあね誰かを何でしたっけ、カーペンターにすればいいって言ってましたね。ちょ、私実はこういうゲームね、あのなんか誰かをカーペンターにしてみて。わかりました、じゃあやってみましょう。私は知ったかでね、いや今やってるんですけどね、実はあんまりこういうゲーム苦手なんですね。というかやったことがないんですね。あ、やばい、みんな寝始めようとしてる。部屋ということで、世界平和さんいらっしゃいません。ちょっとあの明日やりましょう。みんな寝始めましたあのちょっと君たちあの働いてください。あの、ね、寝ました。それだけあれば10分かも。あ、そうなんですか。でもなんかね家を作ろうとしたんですよ実は前回ね、あの15分ぐらいやってる時に。食の怠慢はいけませんぞ。いやまあまあまあこの人たちもね、ね簡単に言うと、まあ寝てるんだよまあストラテジーと、RPG と、あとなんて言うんですかね、エビルゲニウスみたいな感じ。エビルゲニウスっていうのを知らない、申し訳ございません。96番さんいらっしゃいませ。これねまあ、将来的にはこうみんなでねこうこわだ俺はここにね村を作るとかね、建てるならたくさんいるかも。あでここら辺もにね自分他の人が遊びに来てここに村作ったりとかね、でこの村同士で戦ってみたりとかね、あとモンスターがでっかいモンスターが来たらねあの一緒に戦おうぜって言ったりね、だいぶねこれぐらいあれば多分いろいろ作れると思うんでね、明日の朝になったらねちょっと私も先ほどねリスナーさんからご指摘があったようにカーペンターっていうね、これマルチできるの？そうなんです、将来的にはマルチ対応らしいですよ。まあ今はねできないみたいです。一応公式サイトのねなんかなんていうお知らせのところに、和訳したら、将来的にはなんていうんですか P2P って書いてあったから、個人的にパソコン同士の接続でのねマルチプレイにもね対応するみたいですよ。枠を取ることは男の生きがいである、枠を通ということで、風さんいらっしゃいます。ありがとうございます。今日はね、まずはストーンハウスっていうゲームをね、やっております。まあ、こちらのゲームね、ある程度ね、満足ができるところまで行ったらね、皆さんと一緒に。あ、らしいですね。まあ、ちょっとそれもね、作りたいんですけどね。じゃまずカーペンターってやつをやってね、まずはそこら辺まで、まずはチュートリアルというか、おさらいみたいな感じでね、やっていきたいと思いますけどね。まだ実は私自身はね、ここまでやったのと、あと家を建てるところまでしかね、やってないんですよ。労働しすぎて意識失って倒れてる。いや、いいんですよ。私のね、あの国はね、こういったことはね、よくあることなんでね。ちょっと、ご飯がね、すぐなくなっちゃいますね。こいつら食べ盛りかな？
結構ね、あの時間の方気にせずっていうかね、忘れてね、ちょっと見てますよね。こうパソコンなんかでね、あの作業をしてる方ね、仕事でパソコンなんかを作業する方はね、こう大きいね、あの仕事をね、あのなんていうんですかね、命令しておいて、のブラック企業ですね。いや、そう言われてしまうんじゃないかと恐ろしく思っておりましたがね、言われてしまいましたけどね。うん、まあこう画面の隅の方でこれ見ながらね、仕事の方してもね、いいんじゃないですか。なんかいいじゃないですかね、あの仕事終わった、自分が仕事終わった時にはね、みんなも仕事してくれたってるっていうことで、まあこれは次の日のね、朝まで、これこちら今ね、時間表示夜になっておりますんで、朝になったらね、あのちょっと先ほど言われてたカーペンターってやつやってみましょう。ちょっと私自身もね、カーペンターってやつはね、やったことなかったんでね、やってみましょう。ちょっとね、ちょっと皆さん、私あんまりこういうゲームやったことないんで、どこぞのカズタミですか、ワタミかな。だからそれブラック企業の話するんじゃありません。よし、30分延長しました。延長の方も無事できました、よかったです、ありがとうございます。じゃあね、まあとりあえず、皆さん、私操作系がねあんまり詳しくないんで、ちょっと皆さんちょっと一緒に考えてくださいね。ありがとうございます。煙突の方ね、かんちょつ、ベリーも貯めておいたら、ちょつ、煙ちょつ、そうですね、じゃあベリーも貯めておきましょう。かんちょつ、ありがとうございます皆さんね。早送りとかはないんですかね。まだないみたいですね。っていうか結構ね、不安定だったりするんで、あんまり早送りするとね、止まっちゃってね、一から やり直しという悲惨な目に遭ってしまいますしね。まだアルファ版なんでセーブもできないんでね、まあこんな感じでやっていけばいいんじゃないかなと思っております。勝手にね、セーブも実はね、機能あるのかもしれませんけどね、どこに隠してあるのかわかんないんでね、ちょっとわかんないんですよね。エスケープキーを押したら終わっちゃったりしたら怖いんでね、申し訳ございません。まあ今日はこのなんていうんですかね、この雰囲気というかね、あ、こういうゲームをね、監督がちょっと注目してるんだなということをね、まあ、知ってもらいたくて、まあこういうゲームの方ね、紹介させていただいております。うん、どうですか、私は非常にね、この落ち着くというかですね、ね、心が整われるようなそんなゲームだと思ってるんですけどね。まあちょっと時々ね、人がね、動きを止めてしまったりするっていうね、バグなんかがあったりしてね、ちょっと恐ろしかったりするんですけどね。あ、今全部これ仕事が終わったんですね。じゃあちょっとカーペンターってやつね、やってみましょう。よし、じゃあちょっとね、もごめさん、ちょっと私これゲーム全然よく分かってないんで、ちょっとやり方だけ教えてください。一応ね、これで、なんだったっけ、ビルドだったっけな。で、ワークショップを選ぶと、カーペンターっていうのが出てくるんですよ。まあ、カーペンターっていうのはね、なんて、大工みたいな意味なんで、これを押して、このね、なんか、ワークショップ。早めに職をつけた方がいいんじゃない？あ、そうなんですか？このワークショップっていうのが出るんですよ。で、You should really make this...これをまず最初に作った方がいいよみたいなのが出るんで、これなんかい、なんていうの、この、なんていうんだ、プレス、クリックインザスポット、where you want to put this new workshop。 まあちょっとよくわかんないんですけど、これ置いてみましょう。ここら辺に作ろうかな。まあこの材料のすぐ近くに置いといた方がいいような気がしますね。置きました。で、これを置きます。で、ワークショップをどこに作りますかって出てるのかな。なので、範囲をね、設定しましょう。こういうことかな？作業場ね。作業場か。じゃあ、こっちにこうする？こういう感じ？あ、なるほどね。作りたいものの大きさによって、この範囲を変えればいいってことか。なるほど、なるほど。まあ、まずはこれぐらいの大きさにしましょう。あ、できました。そんなに大きくなくてもいいような、わら、なんか、あ、向きが、ちょっと、あなた、向き、そっち、やばいやばい、これ精神異常者チックなことになっちゃったかもしんない。ちょっと向きが、なんか、あの、壁の方向いちゃったけどね、まあ、そこら辺は気にしないでいきましょう。うん、監督久々はコツ、はい、か、ということで、監督久々はコツということで、お久しぶりでございます。126番さんいらっしゃいませ。まあ、昨日ね、配信始めということで、昨日ね、挨拶された方もいらっしゃるかもしれませんが、ね、多くの方はまだね、私の放送お久しぶりですということなんでしょう。うん。
皆さんね、明けましておめでとうございます。いや、だいやないでしょ。カーペンターを設定するんじゃないかな。そういうこと。じゃあこれ押せばいいのかな。働かせる。あ、これかな。プロモートって書いてあるな。プロモートって働くってことかな。あ、ということでアドリさんいらっしゃいます。いや、ついたんですね。お久しぶりでございます。じゃあこれ押してみましょう。で、プロモーション to カーペンター、多分ねこれだと思いますよ。ちょっとね、読んでみましょう。In honor of steadfast efforts and realist、なんだこれ、わかんないぞ。We had なんとか advance choose a citizen、 誰か選んでくださいって言われてますね。選びましょう、選びましょう。あ、やばい、これ名前が出てきた。誰が誰かわかんないぞ。ちょっと待ってよ。ドイツがドイツなんだ。誰だ、ちょっと待ってよ。多分ね、あれがあると思うんですよ。こう能力的なものもあると思うんで、ちょっと見てみましょう。色なんとかなんとかって出てるな。ボディが5で、マインドが6、スピリットが2。やっぱ情熱的な人に作ってもらいたいですよね。あ、いいじゃないですか。この人にしましょうか。名前はなんて書いてあるんだ。名前がわかんないな。バロテッリはドイツだ。バロテッリにします。バロテッリはね、多分悪道なんで、マインドとかひどいことになってそうですけどね。あ、ボディだけが異常に強いという。あ、こいつにしましょうか。名前じゃない。あ、これか、名前。わらわら。こでもみんななんか同じ名前になってるよ。あ、これかな。ベレーなんとかって書いてあるな。ベレーなんとかって書いてある。リーダーらしいですよ。いいっすね。本物さながら。ベレなんとかって書いてあったな。ベレなんとか選びましょう。じゃあすぐ上げ脱ぐぞ。まあそういったね、要素も付け加えていけれたらいいですよね。でベレなんとかってやつ、あ、でも全部、あ、これだ。あ、なるほどね、なるほどなるほど。あ、なるほどね。よし、わかったわかった。ちょっと待って、もう一回見よう。ちょ動くな。名前見るから。ブリーハンズね。ブリーハンズね。オッケー。よし。で、選んで、ブリーハンズ。これね。多分一番上の人だ。これだな。多分これですね。選びましょう。オッケー。選んだ。あ、何これ?ワコツンツン。なんか出たよ。ということで、ワコツンツン、明けましておめでとうということで、136万さんいらっしゃいませ。選んだんですけど、これ何なんでしょう?なんか変なの出てきましたよ。スタンプ?あ、なるほどね。あの、認可証みたいな感じ。オッケー。いや、ふぅ、皆さん、拍手の方が起きております、ゲームの方でね。私もちょっとだけね、恥ずかしい程度にね、拍手をしました。これでお仕事に就いたわけですね、彼はね。パチ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 。あ、いいね、いいね。お、いいね。あ、かっこいい、かっこいい。ありがとうございます、皆さん、拍手の方ね。バロテッリ。しかも、イタリア代表風に青いね、ユニフォームの方来ましたけどね。いいじゃないですか。作るものを選んでね。なるほどね。作るものを選んだりしたらいろいろ作ってくれるんですね。わかりました。じゃあちょっと作ってみましょう。まずは何を作りましょうね。これかな。クラフト、これですね。あ、なるほど、こういうものが作れるようになったぞっていうのがね、出ました。何を作りましょう。やっぱまずはベッドですかね。テーブルなんかもありますけどね。あ、いいね、テーブルにしよう。テーブル。あ、こういうゲートなんかも作れるんだ。なるほど。あ、いいじゃないですか。まずは子供作ろう。いや、それはちょっと早いんじゃないかな。まだね、関係がね、よく分かっておりませんのでね、よく関係が分かってないのにもね、肉体関係を持つというのはね、ちょっと、まあ、現代社会ではよくあることと言いましてもね、私はあんまり、おすすめできません。さて、ではね、これを選んでみましょう。これでいいんじゃないかな。あ、何?ウェポンとかも作れるようになるの?あ、なんとですね、あ、剣とかも作れますね。あ、いいね。これ作ろう。これ作ろう、まず。何マジレスしてんの?いや、すいません。いいじゃない。私は真面目が売りですからね。オッケー、オープンしました。まず剣を作らせましょう。じゃあ、どうなるんでしょうかね。あー、さてさて。あ、いいね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 。監督、ひょっとしてちょっと飲んだ?飲んでません。コントロールかなんかで向きが指定できると思う。あ、そうなの?まあでもまあちょっとまあいいじゃないですか。まあ今日はこのね、楽しい思い出としてね、失敗して作ってしまったものをね、見ていきましょう。和骨ですなんということで、皆さんいらっしゃいませ。ただいまちょっとね、新しく、あ、いいね、いいね。 あ、なるほど、ここに作ったものを置いておくんだ。なるほどね、いいね、いいね。まあ剣ができたんだったら、これ多分ね、将来的にはなんかあれができたりするんじゃないかな。あの、
これで、あ、いろいろ作ってみましょう。じゃあね、剣ができたと。で、次は盾ですよね。盾作りましょう。これ敵も出てくるのかな。私がやってる時はね、この剣とかね、盾とか作ってなかったので、それでね、もしかしたらあの敵が出てこなかったのかもしれませんね。まあ、作ってる様子をね、しっかり見えるようにしましょう。こっちですかね。ブラックスミスに作らせた方がいいんじゃない？ブラックスミス、どういうこと？どういうネタなんだろう。ブラックスミス、ちょっとこの壁際で影になってあんまりよく見えない、作ってるのがね、そこら辺がちょっと寂しいですけどね。あ、しかもなんか立ったまま寝始めた。あ、と思ったら違う。あ、寝た。あ、鍛冶屋。ブラックスミス鍛冶屋。あ、ブラックスミスっていうのは鍛冶屋のことなんだ。ありがとうございます。ブラックスミス、あ、なるほど。この人はブラックスミスじゃないんだ。意識失った。どこ見ればいいんだ？ここら辺がブラックスミスってなってるのがいるってことかな？そういうことかな？ちょっとじゃあ選んでいろいろ見てみよう。いろんな人たちのその、ばったり倒れるのがわらわら。スイートハートって書いてあるよ。え、ちょっと。スイートハートって書いてある。え、今の人を一応私は選んだんですけどね。上の黄色いのの下じゃないよ。え？あ、ワーカー。あ、これなんか心のなんかこういう感じの性格ですよみたいなのが書いてあるのかな？彼はカーペンターじゃない？そうそうそう、カーペンター。ちょっと待ってよ。でも全部ワーカーなんですよね。まだ他にいろんな種類があるわけじゃないのかな。全部ワーカーになってますよ。みんなフリーターなのか。そうみたいよ。重労働だね。いやいや、ちょっとわかんないな。まあいいや、とりあえずまあいろいろ作ってみましょう。まあ今のところはちょっと私もよくわかってないんですよね。ちょっと見てみる？みんなの性格とか。ワーカーになってるね。アカデミックな人らしいですよ。あ、これが多分頭がいい人とかそういうことなのかな。どこまで実装されてるか知らないけど、ブラックスミスもあったはず。あ、そうなんだ。まだ実装されてないのかもしれませんね。オプティミストって書いてありますよ。ホープレス。ホープレス？何これ？どういうこと？夢のない人ってこと？なんか寂しいじゃないですか、そんな。いきなりこんなファンタジーチックなゲームで、なんか絶望的なあの人がいるみたいですけどね。かわいそうですね。うん。まあそういうやっぱ一人一人性格があるみたいですよ。よし、まあとりあえず他にもベッドとか作っておきましょう。まあ、ちょっとね、作業チックな部分になりますけど、まあこれはこれで面白いですよね。で、あと多分ね、一緒にいろんなものもね作ったりできるんだと思うんですよね。とりあえず椅子、テーブル、ベッドを作ろう。了解です、わかりました。よくないでしょ、ちょっと待ってたよ。で、あとは椅子、どっちがいいんだ。あ、こっちは2個いるんだ。まあいいや、これを作ってみよう。じゃあね、6人掛けにしないといけないから、1,2,3,4 だから2ついるね、テーブルはね。テーブルは2ついるで、椅子はあとね6個いるんで。了解了解。じゃあちょっと待ってね。まあとりあえずまず、あ、そうそうそう、148。これ、ね、今材料としてここに貯めてるやつがどんどん減ってるわけですよ。多分ね、家1個作るのにね100以上いると思うんで、100ぐらいは絶対いると思うんで、まあ、それはねまた後でねちょっとやってみましょう。あれ、ちょっとなんでこいつ働かないの。あら、もしかして嫌気がさしちゃったかな。まあ、時々ねこれね、デモ版ということで止まったりするんでね、ちょっとそれが恐ろしかったりするんですけどね。大丈夫なんでしょうか。働いてください。ちょっとこいつ休みすぎじゃないかな、違うのかな。まあいっか。とりあえずじゃあこれは何なんだ。8時間労働でお願いします。別宅、愛人、隠し子も作ろう。お給料は。いやいやいや、そんなことはないと思うんだけど。朝になったらやるんじゃない。あ、なるほどね。夜は働かない人たちなんですね。まあいいですけどね。まあ皆さんね、優しい感じでこうみんなでずっとあの何ですかね、暖炉を見てる感じなんでしょうね。まあ明日からはね、ちょっと家を1個建てましょうね。ちょっともうちょっとだけ木を採取しといた方がいいね。いや、可愛いですよね。まあここにね、なんか恐ろしいモンスターなんかが現れるらしいんで、そこら辺も楽しみですけどね。
でも夜働くやつもね、時々いるんですよね。大体のやつは働きませんけどね。そうそうそう、こういう感じでね。花火したいんじゃない？わらわら。いやー、なんか悪道なんでね、やって、ほらほら、あいつだけ働いてないよ。こいつだけ働いてない。ちょっと仕事増やしすぎちゃったかな。あ、仕事増やしすぎてやる気が出てないのかもしれないね。ちょっと待てよ。あれどうしよう。ちょっと一回これ消そう。作業中に指定すればいいんじゃない？一個だけにしたよ、仕事。これしたら働くんじゃないかな。ちょっと多分ね、いっぱい仕事がありすぎて、いや俺もうこんなに働きたくないよみたいな感じで思ってるのかもしれませんからね。いやでもこいつなんで動かないんだろう。いや作業上に指定してるけどな、多分大丈夫だと思うんですけどね。これで普通なら動くと思うんですけどね。いやニートじゃありませんけど、みんなは働いてんのになんでこいつだけ働かないんだろう。不思議ですね。作業上に彼を設定してみて。作業上に彼を設定ってどうするんですか。あ、これか。いや、これもう命令は出してるんですけどね。働かないな。なんでだろう。一応もう命令は出してるんですよね。ここら辺はなんか違うしな。ちょっとわかんないね。まあでも一応、まあ材料はね、家1個分は建てれるぐらいの材料は手に入ったんで、家をまず建てようかな、じゃあ。ここら辺に家建てようかな。よし。いいかな？こんな感じで。あ、お花とかもある。あ、そういうこと？そういうことなのかな？ん？そうなんですよ。狩りとかもね、させれたら面白いんですけど、まだね、わかんないんですよね。じゃこれがまだ作れないやつなのかな？レベルなのかな？でも、4ウッド、3クロース。あ、わかったわかった。まだ、あれだ。毛がないからだ。これ3クロースって書いてある。どこからかなんか綿花かなんかを作らないといけないのかな。これはウッドで作れるんだ。なるほどなるほど、了解了解。じゃあテーブルとダイニングテーブル2つと椅子シンプル、あ、これにしよう。でこれを6個作ればいいのかな。まあ今これでいいのかな。これだったら、ほらほら、やっぱそうだ、やっぱそうでした。すいませんでした皆さんね。どうやらない材料のものを選ぶと作り始めないみたいですね。 OKOK、 だいぶ分かっていきましたね。ここら辺のやつとか選んだらなんかこうそのクローズってやつをね、クロースってやつをが選べたりしたらいいんですけど。はい、監督。あ、ということでコナンさんいらっしゃいませ。お久しぶりです。一人立たせておこう。何のこと言ってるんだ。まだねモンスターとか出てこないみたいなんでね、そこら辺はちょっと残念ですけどね。よし、お久しぶりですコナンさんね。私が多分泥酔した時にね、うちのコミュニティに入ってくださった方ですよね。ありがとうございます。食料は他にないの？今はね、ないみたいなんですよね。多分ね、ある程度進んだらなんかこう職業が増えていったりするんだと思うんですよね。で、このワークショップ、まだね、カーペンターしかないんですよね。多分ね、他にもいろいろ職業の方はね、増えていくんだと思うんですけど、まだ実装されてない感じみたいですね。で、シンプルルーム、これでね、家を建てることができます。まあ、できればこっちをね、向いててほしいんで、どうしようかな。でもなんか、おしゃれ。家建てると増えるかな？わかんない。ちょっとやってみようか。ここに建てよう。よし。これでね、みんなが作り始めてくれるはずなんですよ。で、仕事を増やそう。ちょっと。椅子を。ドラッグで大きくなるよ。あ、そうなんだ。あ、そうなの？あ、そうだったんだ。ちょっと知らなかった。ちょっと、でも作り始めちゃった。ちょっと。まあ、いいんじゃないですか。まずはこれでいいでしょう。うん。で、結構ね、このサイズのね、家を建てるのにもね、だいぶ使うんですよね、木をね。よし、でもこれでいいと思うんだけどな。どうですか、皆さん。なかなかいい感じにできてるんだと思うんですけどね。よし。それ一人用じゃん、わら。あ、そういうことか。
まあでもまず一人用の家を作ってみましょう。うん、いや4人やばい、やばい、こうやってね固まるんですよ時々、アホみたいにこいつら。ちょっと監督の結果犬小屋わら、ちょっと固まっちゃった。このね家を作るってのは結構、アホ言わないで、あ出て出た、なんかいや全然昼間からみんな寝不足になってる。変わったものも作って、そうね、そういうのも作りたいんですよ。ちょっと待ってくださいね皆さん。よし、なんか昼間から寝始めましたけどね、大丈夫なんでしょうか。ぶっ倒れました。まあでもね、バロテッリーは働いてくれてるんでね、ちょこいつにはいろいろ命令しておきましょう。椅子を大量に作ってね、バタンって感じで倒れるの面白い。いやですよね。でこれでいいのかな。 OK、 あ、みんな起きました。落ち着きすぎるとローモトに駆け込まれますよ。いやまあそうなんですけど、ね、誰か冒険に行かせよう。なんかね、冒険者とかそういう風なね職業がまだできないんですよね。まあとりあえずまずちょっとひとまずはその落ち着いた生活を手に入れましょうよ。うん、魚釣りに行かせよう。あーなるほどね、魚釣りか。どっかにそういうのがあったらいいけどね。これが魚釣りなのかな、沼じゃないよなこれ。じゃあいろいろ周り見てみましょうか。ここは岩だし、選んでも何も出ないしな。ダメか、多分ね、まだね実装されてないねものも結構あると思うんですよ。正式な発売日はまだ確定しないのかなこれな。でも結構ねもうすぐ発売みたいな感じだったと思うんで、ちょっとね発売時期は延期になったりするのかもしれませんけどね。っていうかまだ生き物を見てないんでね。ちょっとねウサギさんなんか出てくるとかね、なんかそういうのは絵ではよく出てくるんですけどね、モンスターもねまだ見たことないんですよね実はね。まだ実装されてないのかもしれませんね。ということでこんばんはということで198番さんいらっしゃいませ。まあでも家を建てて、でこうみんなでこの何ていうんですかね、ベッドで寝るみたいなのを表現できたらいいんじゃないかなと私自身はそう思ってるんですけどね。まあこれどうせセーブできないんで、うん、今はねまだデモ版なんで。あ、ということで、こんばんは、198番さん、いらっしゃいませ。ありがとうございます。まあ、将来的にはね、これ、完成したらみんなで遊びたいなと思ったりしてるんですけどね。もっといろいろできたら楽しそうだね。そうそうそう。まだね、できることすごい限られてるみたいなんですけど。一応最新のね、デモ版の方ね、プレイの方ね、一応、製品版を予約することによって、遊べるやつをね、やってるんですけどね。結構怠け者なんでしょうかね皆さんね、あんまりちゃんと働いてくれてないような気がするのは私の気のせいなんでしょうか。なんでなんかそうなんですよね、こいつは時々こういうに止まっちゃうんですよね。家まだできてねえだろみたいなねところあるんですけどね。これを、あ、これを移動させたりすることができるんですね。じゃあまず移動させてみましょう。でこうかな。で、あ、もう少し広いところに作ろうかな。ここにしようかな。ちょ待てよ。で、テーブルが先でしょ。笑。大変さんなんて森もみんなやる気でないのかも、わらわら。そうなんですかね、なんかがっかしですけどね。結構私は頑張って作ってる最中なんですけどね。まあとりあえずこれを移動させて、私の予想ではここかな。でこれも移動させて、こうかな。で多分これでちゃんと椅子が並ぶはずなんですけどね、予想だと。
どうなんだろう。ちょっと回って。なぜ椅子から置く？いやまあいいじゃないですか。まあ失敗した失敗した時だよね。また修正すればいいだけですから。ちょっと待ってくださいよ。で机、これでできんのかな、本当にいいのかなこれで。で、オッケーオッケー。プレイスダイニングテーブル、あそうね、これダイニングテーブルどこに置きますかって出てるんだね今ね。でこれをしっかり並べる。オッケーオッケー、できたできた。これでいいんじゃないかな。で6人分のあれができたんで、みんなここで座って食べてくれない？なんでなんでこれあのここで食べてくれないんですかね。私せっかく設置したんですけど、誰もここで食べようとしないという謎の点。あ違う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 のになっちゃった。ちょっと待ってよ、これだ。オッケーオッケー。バロテッリもなんか食べてくれるんですかね。あそうか、まだ食べる段階まで行ってないからかな。広告が設定されました。あ、ということで2000になりました。2000ポイントもどなたでしょうか。ありがとうございます。あ、かぐらゆさんありがとうございます。あげましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますということで、本当にね私もねよろしくお願いいたします皆さんね。はい、ということで皆さん広告ということで、皆さんありがとうございます。そしてかぐらゆさんもありがとうございます。2000ポイントで2位ぐらいになっちゃうということで、本当ありがとうございます。そうですね、広告の方ですよ。符号の方がいらっしゃいました。ありがとうございます。和骨です。はい、和骨です。ということで。なんかまだこれデモ版なんで、そういったゲームの要素がね、搭載されてない部分はあるんですが、RPG 要素みたいなのがあって、こう、敵がね、なんかターン制なのかどうなのかよくわかんないんですけど、何かね、目標を達成するごとに、多分ね、敵が来るような、そんな感じの RPG 要素もあるんだと思います。最終目的セーブまだセーブもねできない状態なんですけどね。まあだから分かりました、うん、ありがとうございます。あそうなんですよ。だからこうまあ最終目的がそういう風な目的で遊んでもいいですし、まあ友達と一緒にね同じ、こうなんていうんですかね、地図上の上で、村をね発展させたり、そういったねことで、まあ敵というか友達と一緒に戦うことも多分できると思いますし、一緒に戦ったりね、または、友達と一緒に普通に戦ったりもできる。うん、ちょっとバグってますね。なんかこういう人たちね、なんか一生懸命動いてますけどね、なんかロボットダンスの練習みたいなことをしておりますけど、どうしたんでしょうか。わらわら、ちょっとな何してるのあなた。ちゃんと働いてほしいんだけどな。多分彼らはね自分たちは働いてるつもりなんでしょうけどね、もしかしたらこの、私があまりにもね、住民の方々をね思いっきし働かすぎたためにノイローゼになってるのかもしれませんね。ちょっとまずいな。病んでるわらわら。いや完全に病んでますけどね。まあでもこれね、よくやるダブル働いてるふりわらストライキわらわら。ストライキなんでしょうかね。建築進まないね。いや全然進まないんですよ。ああほらほらみんなちょっと働いて。一回違う仕事に指定し直してみて。了解しました。じゃあ木をね切ってもらいましょう。ここら辺にある木をね。そしたらね一人だけは動いてくれるんですけどね。あそうこれで木がねできたら、わらわらいやこういうふうにねちょっとまだねバグっちゃ止まっちゃったりするんですけど、そこはちょっとねかわいそうなんですけどね。ということで、あかぐらゆさんいらっしゃいます。ありがとうございました。先ほどね甲骨、いや食事の方は一応まだ貯めてあるやつがあるんで大丈夫だと思うんですけどね。ここら辺もやってみようかな。いや動いてくれないな。動くときと動かないときがあるねこれね。ちょっとまだね彼らのことも考えてあげてスンスン。いや考えてるんですけど、うん、そうなんです。これね指定ができないんですよね。基本的に今できることはこうなんていうのかな、このトイレだってないじゃない、この人の人たちのプロフィールを見ることだけなんですよね。多分ね仕事をね設定してあげたらいろいろできることが増えていくんだと思うんですけど、まだねカーペンターしかこれがね実装されてないみたいなんですよね。大自然がトイレなんだよ。そうそうそう、そういう考えてください。このプレイスアンアイテムっていうのが何なのかちょっとわかんないんですけどね。
あ、これこういうアイテムの移動をさせるときに使うのかな、もしかしたら。うん、あと椅子も1個移動させてないな。これ、のどかな感じで癒されそうですね。いや、そうなんですよ。結構ね、その癒し的な要素がね、大きいんですけどね。アイテムを置く？うん、多分今までね、その、ちょっと待ってね。これで置けてんのかな？ OK、これで多分ちゃんと置けれたはず。で、こいつも移動させよう。で、難しいな、置くのもちょっと一苦労ですね、これね。これでいいのかな。おしおしおし。で、OK。やばい、みんな止まった。ちょっと待って。あー、もうなんでこうなるのよ。ちょっと動いてくれなくなっちゃった、こいつら。動け。ダメか。まあデモ版なんでこんなもんなんですかね。次のスタントにそういうのあったような。胸上げをなかなかしてくれませんね。わらわら。あー、まあ仕方ない。まあこれね、まだ体験版なんで、なんていうんですかね。あ、ありがとうございます、園長ともね。まだ、まあ体験版はこんなもんなんじゃないですかね。うん。ありがとうございます、皆さんね、園長ともね。まあちょっとじゃあ、これ多分放置してても多分何も、あ、動き出したと思ったら、寝たいって言い出した、これから。これはもうダメかもしれんね。動き出したよ。謎ですけど動き出しましたよ。あ、そして、あ、注目されませんわ。そのままでね。まあ注目されませんでし、あ、注目されてない理由はそういったところにはあるんかもしれないですけどね。まあなんか、まあいろいろお話の方を聞いてると、あの、なんていうんですかね。なんだったっけ、あの、このゲームを作ってる人たちが本当に少ない人数でね、作ってるんで、本当に作る、できるっていうか、ゲームの完成するのがだいぶ先になりそうみたいなことはね、なんとなくそのもごめさんと話しててもね、出てたんですけど、これなんでこいつは作んないんだろう、仕事与えてんのに。寝てることになってんだよな、これなんでなんだ。みんなスリープってなってる。あ、ベッドがないから、それでもしかして、あ、そういうことかもしれんね、これね。あれ？いや、そんなことないね。もう眠りマークなくなったね、結局ね、今ね。あ、動き出したかなと思ったらね、動かないですね。まあ、こんな感じですかね、今はね。そんな感じみたいですね。ちょっと私も、もしかして、はい。立ったまま寝てる？いや、そんなことないです。いや、違うなぁ。まあ今はこの程度ってことなんですかね。家に指定してる？家指定してますよ、もちろん。あれ、延長に失敗したって言ったよ。あれ、延長したんじゃなかったっけ、さっき。謎ですね。すいませんでした。作ってくれないな、全然。まあ今はこんな感じなのかな。こんな感じかな今は。もう一つ家置いてみよう。わら。いや、あのね、家はね、一個以上作るとね、その材料が足りなくなったらね、家の中同士でね、こう材料をね、分け合って全く家が作られないっていうバグが発生してしまうっていうのをね、ちょっと体験したんで。あれ、なんで枠閉じた？閉じてないよね。なんかさっきからあんこちゃんが延長させようとして頑張ってるんだけど、延長したんだけどな、さっき。まだ動いてるよ。なんでなんだろう。あ、大きくなんないな。あ、動き出した、動き出した。でも家ちょっとずれて配置しちゃった。ちょっと動き出したよ、みんな動き出した。こっちもバグってる、わらわら。ちょっと不思議な現象起きてますけどね。延長さっき成功しましたよね。なんで
延長し続けてんだろう。まあ大丈夫でしょう。うん。でも動き出しました。無事。作りかけの家どうすんの？材料が足りないんじゃない？いやそうなんですよ。なんかね、この材料が足りなくなった時にね、えらい目に遭うんでね、さっき。あ、ちょ、なんかやってくれてるんじゃない？これ。あ、違うか。まだここで家を、まだスモールハウスしか作れないみたいな。人がいるんじゃない？あ、なるほ、いや、ああ、ありえる。ありえるかもしれない。壊れかけのレディオと同じ感じに作りかけのハウス。いや、そんなね、誰も住めない。誰も住まわしてくれないみたいな、そんなことは起きませんけど。はしごがいるとか。ああなるほどね。何かが足りないってこと？でも結構ちゃんと作ってってるけどな。はしごなんじゃないかな、この青いやつが。でもなんかこっちよりも作ってるよこれ。結構出来上がってるよ。さすがの美声である。うん、いやありがとうございます。まあそう言ってもらえると嬉しいんですけど、これ先が見えんね。あ、でもなんか早い早い。なんかこっちの方が作られるの早くない？謎だな。まあいいや。まあこういうことはよくあるんでね。デモ版なんでね。仕方ありませんけど。位置が気に入らなかったのかな。あー、そういうことなんですかね。謎ですよね。途中で放棄されたったのか。そうなんですよ。このなんで、しかもね、材料足りなくなったらね、こっちから奪い取ってきたりするんですよ。なんかさっきね、この放送始まる前に少し練習がてらやってた時にね、そういうことが起きたんでね。先に立てたやつ暖炉みたいなのに近すぎたんじゃない？あー、そういうことなのかな。でもそしたらこれ動かしたいですけど、動かしたりできないんですよね。このね、キャンセルしたりとかね。まあ、じゃあ暖炉動かすか。この暖炉はね、動かせるんですよ、実は。で、OK、これでいいんじゃないかな。よしよし。まあ、家ができるのをね、まだ見たことがないんで、うまく作ってほしいですけどね、家ね。まあ、これね、ちゃんと作ってね、本当に発売してほしいんですよね。うん。すごいね、雰囲気はいい。あ、やったやったやった。座って食べてる、座って食べてる。皆さん見えますか？座って食べてますよ。ほらほらほら。ほらほらほら。やったやった。作った甲斐がありました、ありました。やっと食べてくれましたよ。もしかしたら机と椅子の使い方を知らなかったのかもしれないですね。もしかしたらそういった理由なのかもしれません。上を歩いてたよ。いや、まあそこ。やっと人間らしく進化した。いや、よかったよかった。まあ、進化に時間がかかるんでしょうね。いや、肉ね。キャラがちゃんと立てていくのは珍しいような。食事が終わると人が減ってるから。あ、やばいやばい。しかも、止まった。止まりました。ちょっと。今、ビゴンみたいな音がして止まったよ。あー、あかんね、これね。終わりましたね、これね。どうやらここまでしか体験はできないということなんでしょうか。止まってしまいました。わら、いい区切りだな。まあ仕方ないね。まあ1時間ぐらいプレイできたんでね。まあそれでいいんじゃないでしょうか。まあ本当はね、多分ね、すごいもっと膨大な量をね、プレイしたりとか。あと、セーブなんかもできるんでしょうけどね、実際の製品版はね。どうやらこれはここまでみたいですね。うん。1時間タイマーか、わらわら。かもしれません。多分太陽がね、出る時間になったんですけど、そこで多分バグが発生したんだと思うんですよね。まあちょっとね、まあ非常に注目してる作品ではあるんですけどね、個人的にはね。まだこのような状態だということで、まあアルファ版なんで仕方ないといえば仕方ないですけどね、ベータ版に なる頃にはね、もう少しゲームとしてね、楽しめるようになっててほしいですよね。少し時間をね、早送りしたりする機能とかもついてくれてたら嬉しいですしね。まあ今日はね、まずこちらのですね、ストーンハースの方はですね、5年かかります。いや、かかりそうですね。もうずっとね、待ってるんですけどね、できないということで、まあね、まあ次の作品のにね、移っていきたいと思います。